LINE はトゥルー、あなたは信じる、巷にこのぐらいとしるでしょうか。チャンネルどうも、小焼きです。松田の問いです。皆さん、やっぱりですね、今年は、2023年非常にヤバい1年になるんじゃないのかな。まあ、ヤバいヤバい予言のね、世界では言われてますけども、そんなヤバいと思っててもそんな怒らないでしょ。あるんすよ、こちらのカードにも。何ですかこれは。イルミナティカード。おー、まあ、有名なティカードなわけなんですけども、カードをですね、やけに2023年にこだわってるんじゃないのかと。どういうこと。この2023予言が書いてるんじゃないのかなと思った理由は、23っていう数字がやたらこのカードに書かれてるんですよね。ああ、23って今年の西暦を表してると。そう、なるほど。これはもともとは1982年に発売されたカードなんで、まあ、2023年のことなんて分かるわけもないんですけど。まあ、そうよね。ただこのカードバカにできないのが、いろんな、まあ、未来を予言してきたっていう実績持ちのカードなんですよね。はい、嫌な実績ですけどね。まあね、ここに書かれてる23っていう単語たちがもしかしたら2023のことなんじゃないのかと思った時に、カード見返したらヤバそうなカードいっぱいあったんや。というわけで今日はそれを紹介していこうと思います。一つ目、こちら。お、何ですかこれ。EPA。はい。どういうことやねんと。初めて見たかも。まあ、フクロウと、ジンとウォッカが映ってますけど。ジンとウォッカではないです。これね、コナン関係ないんでね、これね。あ、そうっすか。はい、黒ずくめの男は関係ございません。そうっすか。まあ、ちなみにこちらのカードの絵には、ヘッドホンをつけたフクロウがいるんですよ、ね。はいはい、つけてますね。はい。やっぱ聞き耳を、まあ、立てているということが、まあ、わかると思うんですけど。なるほど。ちょっとね、向こうの方向いて怪しい感じしますもんね。そう。うん、このフクロウといえば、やはりイルミナティの象徴する動物。うん、あの、フリーメイソン要素が溢れている。アメリカの1ドル札にも描かれとるわけじゃないですか。なるほど。で、他にもですね、アメリカや日本の国会議事堂を上から見ると、フクロウなんていう話もね、実はあるぐらいですから。そうそう、これね、フクロウのシルエットに見えるんだよね、ちゃんとね。そう、つまりこのフクロウというのは、まあ、権力の象徴というか、まあ、明らかにそのフリーメイソンだったりイルミナティとかを、まあ、匂わせている存在なんじゃないのかってことが言われるわけなんですよ。そこでこのカードを見ると、これはやっぱり何かしら盗聴を示しているんじゃないのかと。へー、まあ、一体どこを盗聴しているねんっていう話なんですけど、うん、このカードの文字を読んでいくと、まあ、ここにね、23っていう文字が書かれてるわけなんですよ。はい、書いてました。じゃあこれ23枚全てコピーにしてくれっていうことが書かれているわけなんですけども、どういう意味なんだ。他にも、これは青いインクで書かれているやり直しだというような文言も出てくるわけなんですよ。はいはいはい。実は青いインクで書かれた書類っていうのはコピーではなくオリジナルのものであるってことが、まあ、意味するんですよね。そうなんだ。なんで重要事項の書かれたオリジナルの文書が何らかの形で出回ってしまうということが、まあ、言われていまして。流出ですか。そうで、実際、まあ、先日都市伝説ニュースでもやりましたけども、アメリカの防衛省の機密文書が SNS を通じて、まあ、流出したと、はい、もう事件は起きてるんですよ、ね。なるほど。この流出事件は SNS 上で起きたことなので、一度広がってしまうとなかなか歯止めが効かなかったと、はい、中国などアメリカ本土以外の国々でも、まあ、問題の画像っていうのはめちゃくちゃ流れましたよね。で、今後もこういった機密文書の流出が続いてくるんじゃないのかと、うん、それを虎視眈々と狙ってるやつがいるんじゃないのかってことを表してるんですけど。でこの EPA という文字ももちろんタイトルにもなっているぐらい、カード名になっているぐらいだからめちゃくちゃ重要なんですよ。この EPA とは一体何なのかと、うん、何？それは米国環境法庁を表しとるわけなんですよね。この団体は、まあ、いわゆるアメリカの、まあ、環境省みたいなもんなんですけど、その名前の通り大気汚染とか水質汚染、放射能事故など自然環境や人間を守る役割を持っとるわけなんですよ、うん。で EPA が具体的にやっていることとしては、 EPA 発がん性評価といういろいろな物質の発がん性を調査公表していると。よく聞くじゃないですか、うんうん、発がん性物質みたいなもの、うんうん、あ、おこげとかね、うん、でアメリカで販売されている農薬が食品の品質保護のための安全基準を満たしているかどうかの判断を下したりもすると、うん、これらを照らし合わせてみると、うん、今回のカードはこれ一体何を表しているかと、うん、それはこのような政府機関によって隠蔽されたオリジナルの書類の情報が今後流出してビッグなニュースになると、そういうことが現れて、今までアメリカ政府とかそういうのを隠していた情報が表に出て不都合な真実が出るよと、それを盗聴してるやつがおるよっていうことを表してるんじゃないのかなって。なるほど。そういう未来がね、来るんじゃないかと。うんうん。まあでもね、他にもヤバい未来っていうのはまだまだ言われていて、はいはい、それがこちら、うん、保護か破壊か。お、まあ、これなわけなんですけども、うん、まあ、これはですね、うん、23どこに書かれてるか分かりますか。あ、分かった。これ文章の中ではなく、イラストの中の三角形の乗り物の左下。そう、うん、このめちゃくちゃ怪しいね、パワーを感じる三角形の乗り物があるわけなんですけど、これこの乗り物のところに赤字でしっかり書かれてるわけなんですよね、うん、この、まあ、乗り物、まあ、戦車っぽいんですけど、うん、その先にある緑豊かな土地を踏みにじってるようにも見えると。侵略してると。
ゃあこれはどういう風な内容が書かれてるかっていうと、うん、まず環境集会に行きたかったのに駐車スペースがなかったという皮肉な言葉から始まってるんですよね、うんうんうん、つまり森林などの環境を守ろうという意図を持ってるのに森林を切り開いて作る駐車場を必要としているという、まあ、矛盾を皮肉めいたカードになってるわけなんですよ、うんうん、でさらにそれはタイトルにも現れていて、まあ、これタイトル Pave the Earth って書いてるわけなんですけど、これは保護か破壊かという意味とかではなく、地球に道路を作ろうという、まあ、道路を舗装しようみたいな、まあ、意味なわけなんですよ。でもこれちょっともじってると思いません、うんうん、これ Pave の P を S に変えると Save the Earth、 おーおー、地球を守ろうって。なるほど、そうなんですよ、うん、まあ、つまり言葉遊びなんですよね、うんうんうん、環境保護と環境破壊の、うんうん、じゃあこの環境保護ってそもそもどこが言い出してんねんと。あ、確かに。何を言い出してんねんと、うん、まあ、例えば SDGs、うん、まあ、SDGs というと、まあ、国連が定めたわけなんですけども、うん、まあ、持続可能で、まあ、より良い世界を目指すというもので、貧困撲滅や不平等の解消、どれもこれも、まあ、僕たち人類にとってより良い世界を実現することが目標だってことが言うとるわけなんですよ、うん、まあ、全部で17個の項目があるわけなんですが、うん、ただですね、そこからよく考えてみるとある恐ろしい結論にたどり着くんですよね。何？それは実は地球にとって一番邪魔な存在は人類。わ、出たよ、出ましたね、これガイア理論でやりましたね。はい、やっぱ人類っていうのは、まあ、やっぱ残念ながら、うん、この歴史の中で、まあ、森林破壊とか廃棄や水質などの汚染などといった形で、まあ、豊かな自然を、まあ、破壊してきてると、うん、なのでこの僕たち人類は地球という大きなシステムの中では、うん、もうウイルスなんですよね、うん、どんどん増え続けて環境を破壊し続けると。実際こういった考えは、まあ、いろんな映画でも題材になってるんですけど、まあ、日本の映画でも僕の好きなエル・チェンジ・ザ・ワールドとかでも、まあ、言われておりまして、うん、まあ、環境を破壊する人類は滅ぶべきだと考える団体によってバイオテロが引き起こされる様子とかも描かれてましたよね、うんうん、こういった計画は人類にとってみれば悪である一方、環境保護という目的そのものにとってみればもしかすると最善の策かもしれないと、うん、じゃあここで連想して考えられるのは、うん、まあ、日本政府がこれまた進めている、うん、2050年までに実現する久しぶりに聞いた、まあ、あの計画ではないかと。人がの体空間時間の制約から解き放たれると言われているムーンショット目標、まあ、社会が、ね、うん、実現されるわけなんですけど、はい、これは人類がメタバースに移行するんじゃないのかと、うん、そしたらもう実体の現実世界で行動する人は減るんで、それも環境はもりもり回復していくやろうと。もりもりですね。で、地球温暖化も収まって大気汚染とかも収まってラッキーってことになるわけなんですけど、うん、そのためにメタバースを進めようとしてるんじゃないのかと、うん、つまりこのイルメンティカードはムーンショット目標を推進しようとしていると、うん、で人々の真の目的は、まあ、実質的な人口削減にあるんじゃないのかと、うん、まあ、そういう意味が込められてるんじゃないのかと言われとるんですよね、うん、でそれがこの2023年から徐々にまた進んでいくよということが考えられると。次はですね、こちら、これはですね、うん、人類をコントロールする計画が関わってるんじゃないのか。どういうこと、まあ、これどういうことかと、うん、まずゴム手袋をした人物がこの緑の液体をこうやってひっくり返してる、うん、YouTube の企画家みたいなぽいよな、なんかね、まあ、ただこれ背景にはですね、うん、23しっかり書かれてるんですよ。ほんまや。でさらにウォーターという、うん、このカードのタイトル、これはですね結構えぐくて、フッ素を加える極悪非道な人たち、うん、このフッ素と水というと水道水にフッ素を加えるみたいなことがあるわけなんですけど、うん、フッ素って、まあ、虫歯予防とかあの時にはよく聞くんですが、うんうん、そうだね、うん、まあ、実際香港とかシンガポールをはじめとして34カ国で水道水に一定の量のフッ素が添加されてると。へえ。日本の水はどうかというと入ってないんですけど、うん、まあ、子供のうちから定期的に歯にフッ素を塗ることが推奨されたりするんですよね、うんうんうん、まあ、そう言われるのが、まあ、これいい方の話なんですけど、うんうん、でもこれわざわざ僕ウォーター23って書くことってすごい意味があると思ってて、ウォーター23、うん、そうで、これ明らかに毒物を入れてると思うんですよね。今日本のこの水道とかって、うん、まあ、どん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 その他のまあ水源が他の国に買われたりだとか、まあ、事実はあるからね、そう、まあ、結構やばいって言われてるんやけど、うん、じゃあ、まあ、それを良しとするか悪いとするかは分からんねんけども、うん、この水道自体がそもそも民営化しようみたいな動きがあると。それを止めようとした時にどういうことがあったら止まるのかと。それは水道普段飲んでるところにもし毒物が見つかりましたとか、うん、そういうことが起きれば、うん、一気に人ってあ、じゃあ国が管理した方がいいよねって戻るかもしれないし、なるほどね、逆に国がそれを起こしたら、うん、一気に民間に任せた方がそんなミス減るよねってなるかもしれないから、うんうん、毒物一つ入れるだけで、うん、簡単にコントロールできると思うんですよ、うんうんうん、じゃあこれ2023に水道に毒物が入られて大量に人が死ぬ、
そんな事件が起きることを表してるんじゃないのかなって。いや、ちょっとめちゃくちゃ怖いよね。いや、怖い。もう僕たちが普段当たり前のように摂取してるこの水の中に気づかない間に、安全だから、体にいいからといった理由からよく分かんない物質が添加されるとなると、不安を覚える人も出てくるやろうと。確かにちょっと怖いよね。さらにこのようなことが、人間の精神とか、考えにも影響を与える薬剤で、行われてしまう可能性もあると。実際フッ素入りの水道水の歴史を、遡っていくと、元はですねナチスドイツが囚人にフッ素入り水道水を飲ませて抵抗しないようにコントロールしようとしていたというような話に落ち着くんですよね、実際に現代ではそのように人間をコントロールすることが可能な怖いことになってしまってるんじゃない。それ怖いね。実際そういう薬も存在するって言われてるんですよね、その薬名が道徳ピルと通称言われてまして、実はこれ、なんと科学的に人間を道徳的ないい人でできるという。え、マジで？もう人格すら歪めてしまうような、薬なわけなんですけど、その薬の鍵となる物質が皆さんも聞いたことありませんかね、オキシトシン。聞いたことあんまないな。あ、そうですか。よく愛情ホルモンやとか言われて、あ、そうなんや。そういや、適度アポトキシンとかボケてくるのかなと思ったら、身構えてた分だけちょっと損しちゃった。あ、黒の組織ね、あの1枚目出てきましたから、そう、謎のような形でアポトキシンね。すいませんね、ちょっと真面目な話しちゃいました。実際にですね、これゲーテ大学の経済学者マイケル・スコフィールドがですね、いや、ここはボケるんかい。急に出てきたプリズンブレイクの話、マイケル・コス・フェルトさんって書いてますよ、原稿には。マイケル・スコフィールドはね、そのアメリカの連続ドラマの中に出てくるキャラクターの名前なので。お、でもね、これ掘ってるかもしれないし。じゃあコス・フェルトさん脱げや。じゃあ愛情オキシン見せてみろよ。じゃあ、え、愛情オキシンを刻んでるかもしれない。え、それ見えんの、それ。めっちゃ人で笑っとるわ。この人間はオキシトシンを摂取することで闘争心や恐怖心が静まり、他者に対して協力的な行動が取れるようになるっていうことが分かってる。めっちゃいいよ。めちゃくちゃいいよ。もう犯罪者に打ちまくろ。そう、戦争を始めする争いが大変、殺没としたこの世の中、この薬をみんなに飲ませることができれば、争いのない平和な世界を作れるかもしれない。じゃあこの道徳ピルのようなものが勝手に水道水に混ぜられて、僕たちが知らず知らずのうちに摂取することになれば、どういった行動をするのが相手にとっていいのかとか。これね、副作用とかあんの？今のところそんなね、深刻なやつはないってされてますけど。そう、全く何にもないんだったらそれはワンチャンだって、その人同士殺し合いをせんで済むんだったらね。ただ摂取し続けたらどうなるか分かんないですよ。中毒とかになるかもしれないし、副作用があるかどうか。何十年も実証実験できひんから、というわけないけど、この薬の作用によって、いろんな行動が変わっていくみたいなこともあるんじゃないのかと。これって一種の管理社会であって、僕たち個人の自由意志といったものが、損なわれてしまっているようだと指摘する人もおると、つまり、もしかすると僕たちの自由を無視した意志と共生社会のようなものが、勝手に始まるかもね、ということを、思う一枚でしたね。なるほどね。はい。目くらましされる群衆。次はですね、こちら。これ何これ。これね、僕らには馴染みないんですけど、州で行われている、宝くじの、カードになるわけなんですよ。州ってアメリカの州のことかな。あ、そうそうそう、誰もね、喫茶店州の話してへんから誰も思ってへん、そんな、こちらはですね、どこに23があるかと。あ、23のドルのところ。あ、そうそうそう、この看板のようなものがね、書かれてまして、23って書かれてるわけなんですけど、このカードの文面、よく見てみますと、これはおバカ税であり金が舞い込んでくると。おバカ税、要は宝くじを買うようなやつは、バカやと。そうなの。夢を買ってるように見せかけて、夢に夢見るバカやと、そういうことを言うっていう。はあ、そう。で、一心不乱に宝くじの番号を確認する人たちが書かれていると、その姿は魅力的な歌い文句につられ、その場限りの娯楽に夢中になり周りが見えなくなっていると。これってまるでパンとサーカスっていう言葉のようやなと。そんなんあるんや。そうなんですよ。もうこれは古代ローマの言葉なんですけども、これ与えられた目の前の食料と娯楽に夢中になると、で政治に無関心になってしまうと。そうしたローマ市民のことを批判した時の言葉なんですけど、現代でも似たようなことが起きてるんじゃないのかなと。いろんな、娯楽が溢れてますよね、このような。もうだんだんみんなやっぱちょっと小難しい、考えないといけない政治には興味がなくなっていく、その目の前の遊びとか、そういうのに集中していくと。でそうなった結果どうなるのっていうことは言われてるわけなんですけど、それが2023年、徐々に問題になってくるんじゃないのかと。で実際、何か政治的な大きな出来事が起こる時に、マスコミが芸能人のスキャンダルなどを必要以上にセンセーショナルに報じて、僕たちの興味を政治からそらすという手法は行われてるんですよね。で今年は直近では5月19日から21日に広島にて G7 会議が開催されるわけなんですけども、その後も7月のリトアニアではヨーロッパやアメリカの国々からなる NATO の会議があったり、9月にはインドで G20 の会議が予定されてるんですよ。こういったね、重要な会議が開かれたとしても、やっぱりですね、それが密かに重要に決まると、それが大きく報道されずに、芸能人のスキャンダルとか、そういうのでまた流されて
ていくんじゃないのかな。いやそうめちゃくちゃ怖いよね。わりかしさ、そううっすらねインターネットに載ってないわけじゃないんだよ。そうちっちゃくこんなこと決まりましたみたいなのあるけどもさ、いつの間にかバージョンアップしていくやん、どんどん決まったことが。そうそれなんか知らない間に僕たちがねなんか OK したみたいな認識でさ進む法令改革とかさいろんなことあるじゃん。ありますよ。それちょっと怖いよね。だからそういう風に宝くじとかいろんなことでミスリードさせるっていうのは怖いよね。怖い。意識してね皆さん世の中の動き見ましょうねということですよね。気づかぬうちにまず税金が上がるかもしれないし、まあそれはね気づくと思うんですけどね。いやでもさすがに相続税とかバカ上げられるみたいな。なるほど。僕みたいな相続する金がない一族は別に相続税上がってもいいんですよ、うん、まあでもそういうステルス増税みたいなこともありますからね。でもねその復興税とかあるやん。はい。その何か震災とか災害が起きた時にその地域だけが負担するんじゃなくて全国で日本国民だったら助け合おうって、そこは分かんねんけど復興税ってじゃあちゃんとその復興に使われとんかいなのはちょっと謎じゃん。それはそう。それがあること自体いいんだけど、じゃあそれにいくら必要なのって意外と不透明なわけじゃないですか。災害の規模とかもね、東日本大震災の規模ってこんだけ必要だとかさ、それよりもちょっと下回る規模だったらどうなんのとかさ、いろんなことがちょっと適当に見えちゃうからさ。そうやね。これステルス的なものは確かにちょっと怖さを感じるよな。ね。でですね、うん、実は今日紹介しようかどうか迷ったやつがもう一個だけあって、まあ、これさっきも見せた。あ、出たよ出たよこれ。まあ、これヤバすぎるカードなんやけど、うんうん、まあ実はこれ、まあ、水に毒混ぜるとか、そう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 、まあそのフッ素で洗脳するとか、なんかいい感じにするとかそういうことじゃなくて、すっげえ入れてんやんこうやって。もっとシンプルなんですよ。そう入れている、うん。これはですね、何？弊社のヨッシーがオリーブオイルをパスタに大量にかける様子を予言したんじゃないのか。ちょっと待って、俺ニュースでやってるよそれ。あ、そう。うん、なんとパスタにオリーブオイルって、うん、やっぱその大さじ1杯とか測るじゃないですか普通、うんうん。もうこうやって。もう見てない。もう本場のかけ方みたいな。本場というか、うん、もう何これ、えモコスキッチンみたいなありますよ。ずっとオリーブをねやってこれひたひたになってる合成のやつね。そう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 、うん、ヨシズキッチン、うん、ね、あのねヨッシーっていうね、そう女性のスタッフがね、なんかあの急にパスタを入れ出し何を思ったか10人前ぐらいを茹でるっていう謎の事件を起こしてね、 それを隠蔽するためか知らないけど保存するためにオリーブオイルを大量にかけてごまかすっていう、ね、事件がやっぱ昨日発生したんですけど、そうだってもうデストローって書いてるもん。だからこれも当たったでいいや、もう毒物を混ぜて水とかもう不吉なこと言わない、もうヨッシーでしたこれ。あのパスタはデストロー、うん、という感じでしたね、はい。まあ、というわけで今日の回が面白かったらぜひ高評価チャンネル登録、本当に100万人もう間近なんでよろしくお願いします。はい、それでは See you Bye。